Never thought I'd be so far from home. Never thought a love could grow so cold.皆さんこんにちは、ゼウスチャンネルです。イングリッシュブルドッグのゼウスと夫婦の日常をゆるーくお届けしています。更新は夜7時の予定になっています。もしよろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それとコメントもいただけると嬉しいです。本日の動画はゼウスを動物病院に連れてった様子になります。今日はですね、狂犬病とフィラリアの注射、2本を打ちに行きます。2本を打ちに行くというかね、まあ結果的に狂犬病を打って、まあ、獣医さんと話をしたら、まあ、2本まとめてね、フィラリアも打って大丈夫だっていうことなんで、まあ、二度手間にならないように、今回ね2つ打ってきました。この日はですね、ゴールデンウィークの初日なんですけども、まあ天気もねちょっと崩れる予報だったんで、まあそういう時にね、まあ、あんまり出かけられない時に、まあ、注射とかね、そういう、まあ、ちょっと面倒なものを先に済ましちゃおうっていうことでね、病院に行くことにしました。まあ、ちょっと雨降ってるんですけども、これからねゼウスを車に乗せて、病院に向かいたいと思います。で車で、約30分ぐらいで動物病院に到着ですね。まあ、ゼウスはいつものように車の中ではまあ寝たりぼーっとしたりしてます。で、今動物病院に到着したとこですね。まあ、ちょっと雨降ってるんでね、小走りに、病院の中に、入ろうと思います。まあ、コロナもあるんでね、病院の中ではね、待たないようにして車でね待って、それでまあ順番来たら、まあ電話で呼ばれるっていう、感じですね。まあでもね、コロナって言っても、まあ、やっぱり狂犬病とねフィラリアはね、注射打たないわけにいかないんでね、まあこういう病院って、まあ、しかもねゴールデンウィークの初めで、まあ、ちょっと密にはなっちゃうんですけども、まあこれはもうこればっかりは仕方ないことですね。で、もうじき、順番呼ばれて、注射を打ちに行きたいと思います。まあゼウスはね去年も注射はもちろん打ってますけども、特に問題はないです。暴れるとかねそういうこともないですね。やったんじゃねえか。ちょっといいですか。はいはいはい。せーの。よっ。よいしょ。ありがとうございます。乗った？乗った？はい。じゃあちょっと手離していただいて。あ、大丈夫大丈夫。リーダー持っててもらって大丈夫です。まだ若いんで、あとはこれからちょっと熱中症気をつけてくださいね。でもこの担当種、ブルはね、ブル、あとそうなんです、ブルドッグも、あと体大きいので熱こもりやすいので、梅雨時期からもう熱中症は気をつけてください。もうこういう状態だとちょっと危険ですよね。そうですね。でこうジメジメしてる時の方がこうハーハーして熱が気化できないので、意外にこうカラッカラの天気の時よりこうジメジメして大丈夫だろうと思ってエアコン消してで熱中症になっちゃう。湿度が高いっていうのも熱中症になりやすいので、そういうのを気をつけて
ゃあお尻、の方に注射をしますのでね、はい、あと、ピラニアの注射が5月に打たれてるんですけど、はい、また、5月に来ていただいて、はい、打つっていう方法もいいし、今日別に一緒に打てることも打とうと思います。あ、本当ですか。じゃあお願いします。この2つは一緒にやっても大丈夫なんで、はい、また連れてくるっていうのも大変かなと思ったんで、じゃあお願いします。でもトモコあんまりストレスには感じてなさそうですね。全く、はい、そうですね。じゃあ、5月中旬でちょっとここで待ってください。はい、今打ったよ一瞬全然無反応だから分かんない。メイクの良さだもんね。左の注射針が太いので嫌がる子は嫌がるんだけど、まあ、この子あったらこれチワワとかも同じ針で打つので、この子はやっぱ痛い、痛がっちゃってその日とか次の日とか痛いってすごい怖い状況になったもん。あとはこの子そんな草むらとかは行かないですかね。あ、ただまあそんなに草むら入ってないですけどね。マダニとかそうなんです。今ダニが増えていて、年々そのこのですね SFTS って病気が年々増えてきていて、ついに静岡も出て長野ももう出てんじゃ、入ってんじゃないかって言われてるので、草むら入るとかですね、そういう時はまあ、ついたことはないですけど、今のところはないですね。シップインので多分つけばすぐ分かると思うんですよね。こう顔周りとか耳とかにこう黒い、吸うと結構大きくなるので1センチぐらいになるので、昔猫にいっぱいついてたことがあるので分かります。そうですね、もうなんかちっちゃい血豆みたいなやつが、そうなんですよ、あれですよね、分かります分かります。自分でこう取ろうとすると残っちゃうことがあるので、病院で抜いた方がいいですので、まあそれだけでもいつもお買いできるので、持ってってもらっても大丈夫です。草むらとかですね、山に行くともう3月から飲んでます。ネックスドラフを一応毎月、はいはい、買って飲んでるんです。ネックスガードも大丈夫です。ネックスガードもスペクトラっていうのあるんですけど、それピラリアが入ってます。それはもう今日注射剤が大丈夫なので、まあ、ネックスガードやってもらえれば大丈夫。その垂らすタイプの腫瘍だったんですけど、やっぱ垂らすタイプだとこう全身に行き渡らないことが多くて、なんか本当に一番すごいですね。あと痒みは大丈夫ですか。顔も目をね、たまに描いてるのがね、これ大丈夫かなと思って。そうですね、そうですね、確かにこれもどっちの宿命くらいですけど、まあ様子見てもこのぐらいだったらいいと思いますけど、まあ念のため今日はあまり激しい運動とかあまりストレスはかけないようにしてくださいね。はい、じゃああとは大丈夫ですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、すぐご用意できますね。はい、お待ちください。お大事に。ありがとうございます。先生についてください。はい、じゃあ降りるようです。いくよ、せーの、よこしょ。はい、これでね、狂犬病とフィラリアの注射2本打ってね、それでまあ今これからママがね、お会計をするんですけども、まああんまり動物病院でね、長居してまあ密になっちゃうんで、私とねゼウスは、車に向かってます。それでね、まあ注射をやったね、ご褒美にこれからゼウスとね、ドッグカフェに向かいたいと思います。動画の方は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。